はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯465杯目になります。イングランドの歴史と伝統のお酒、ロンドンドライジン、今回もその代表銘柄の登場です。いただいていきましょう。お酒の種類はジン、スピリッツ、ロンドンドライジン、銘柄タンカレー、原産国イギリス、製造者チャールズタンカレー、輸入者キリンビール、アルコール分 47.3% になります。金額は1529円で購入をさせていただきました。ボタニカル、草根木皮を加えまして、その風味を楽しむことができる蒸留酒、スピリッツのジン。ボタニカルの主役、それはジュニパーベリー、ネズの実、これのね、配合が絶対条件になりますよね。ジンの語源をおさらいしましょう。ラテン語でネズ、ジュニパーの意味を持つユーニペルスを語源としまして、オランダ語でジェネバー、英語でジュニーバと呼ばれていたのが略されてですね、ジンという名称になった、この説がね有力ですよね。今回はジン、いわゆるロンドンドライジンの代表的銘柄ビーフィーターなどとね、並ぶ銘柄、それがタンカレー、ついに登場しましたね。 This is four times made from the world's finest botanicals ということで、世界の良質なボタニカル、草根木皮から作られまして、4回蒸留して、作られた銘柄ですよっていうことですね。チャールズ・タンカレー、began distilling in 1830 and タンカレー・ジン continues his legacy of excellence。そうですね。1830年にチャールズ・タンカレーは蒸留、いわゆるジン作りを始めましてですね。タンカレーのジンは創業者の卓越した優秀な遺産を引き継いでおるのですよっていうことですね。このね、1830年にですね、チャールズ・タンカレー創始者ですね、さんはですね、ロンドンのブルームズバリーに蒸留所を設立したのが始まりっていうことですね。で、ご参考までに、ビーフィーターのね、創設はですね、1820年、若き薬剤師ジェームズ・バローですね。数回前ね、動画させていただいたゴードンは1769年、27歳のアレクサンダー・ゴードンが、ロンドンで会社を設立したということでね、どちらかというと、ゴードンとかビーフィーターよりも後にね、誕生したんですね。このタンカレーはですね。ただ、20歳だったと思います。タンカレー、チャールズ・タンカレーがジンを作ったのは20歳ということでですね、非常にね、なんでしょう、若くてですね、すごいなーっていうふうに思いますよね。The highest quality spirit and finest botanicals。 最高品質のベースとなるお酒のスピリッツと良質なボタニカルを使ってますよということでして、 Picked at the peak of their freshness。 そうですね、そのボタニカル、草根木皮は新鮮なピークに選び取られますということですね。そして続きまして、carefully crafted to produce its exceptional match revered taste。 それらのスピリッツとボタニカルは並外れた非凡である多くの深い尊敬に値するテイスト、味わいを持つジンとしてですね、慎重に今も作られておるのですよというね、そういう英語ですね。実際ね、このタンカレーっていうのはすごくてですね、メインのね、ボタニカルのジュニパーベリーとかはですね、農家との長い信頼関係からですね、毎年タンカレーが一番最初に、セレクトできるっていうね、そういう信頼関係があったりするみたいで、そしてそのジュニパーベリーのセレクトもですね、土壌、日照時間、場所などの条件を深く考えてですね、選び出すっていうことなんですね。
で、一説にはですね、10分の1ぐらいしかね、セレクトしないっていうぐらいね、厳選してる。それが単価へっていう銘柄につながってるってことなんですね。そしてそのね、10分の1ぐらいね、セレクトされたジュニパーベリーはですね、長い熟成を抑えてですね、仕込みに使われるってことなんですね。一説にはね、18ヶ月。1年半から3年ぐらいっていう風にね、熟成期間が必要とも言われるんですよね。1830年にね、チャールズ・タンカレーさんがね、ジン作りましたっていう話の続きなんですけど、その当時、20歳ですね、のチャールズ・タンカレーさんはですね、今までにない高品質、ハイクオリティのジンを作るというね、強い信念によってね、こだわられて作られたっていうね、そういうエピソードがありまして、このチャールズ・タンカレーさんっていうのは、もともと牧師の家庭だったみたいで、科学に興味を持ったっていう、そういうね、背景があったみたいですね。まあ、そのようにですね、こだわって作られた処方ですので、このタンカレーのですね、処方、そして製造フロー、製造方法はですね、今でも当然ながら門外不出。世界で6人だけが知ってるというようなね、ものすごいね、世界で愛されてるブランドなんですけど、その処方と製法は世界で6人しか知らないと。一子相伝と言いますか、門外不出ですよね。タンカレーの処方、先ほどと重複しますが、厳重に保護された企業秘密になるんですけど、一般にはですね、4つのボタニカルを含むことで知られておるってことなんですね。その4つのボタニカル、総根目標は何かと言いますと、まずは当然ながら、絶対必要なジュニパーベリー、ネズの実、そしてコリアンダー。これはね、おそらくコリアンダーシードですね。種と思われます。アンジェリカルート、アンジェリカの根、そして肝臓、いわゆるリコリス。この4種類がメインっていう風に知られてるんですね。まあ、その他にもね、なんだろう、隠し味じゃないですかね。そういうものは、あると思われるんですけど、この4つが代表的なボタニカル。タンカレーを形成するボタニカルっていうことなんですね。そして今回いただく銘柄はですね、その高品質なボタニカルを使用することによってですね、豊かで個性のある香味、風味を醸し出した洗練された味わいが特徴なんですよというね、そういうご説明のね、今回の銘柄タンカレーですよね。まあそのようなですね、ロンドンドライジンの代表銘柄タンカレー飲んでいきましょう。オープンをしていきましょう。まずこのボトルですね、非常にね、丸い感じのするボトルなんですけど、一説にはカクテルのシェーカーをモチーフにしてね、作られた形を作られたって言われてるんですけど、実際これがシェーカーなんですけど、どうでしょうかね。まあそこそこ似てるという感じなんで、おっと失礼いたしました。そこそこ似てるっていう感じなんですかね。でね、昔読んだ本にはね、これ本当かどうかわかりませんけど、18世紀ぐらいの、消火栓の形をモチーフにしたっていう、そういう文献もあったりしたんですけど、まあどちらかというと、カクテルシェーカー、シェーカーですね。シェーカーの方がね、やはりその、なんだろう、近しい感じがするかなっていうふうに思いますね。このグリーンの瓶が、なんか、どっしり感があって、重厚感があって、すごいね、魅力的ですわ。オープンはここのスクリューキャップで開けていくっていう感じですね。失礼いたします。カリ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 だな。うん、カリカリカリでしたね。いいですね。ではまずタンカレーのですね、ストレートの方から頂戴していきましょう。どのような味わいでしょうかね。はい、ロンドンドライジンなんで無色透明になります。クリスタルのように透き通ってるというね、そんな印象ですね。では注目の香りはいかがでしょうか。失礼いたします。そうですね、やはりもう第一印象はジュニパーベリーですね。ネズの実、いわゆる松の木とかですね、松ヤニ、ユーカリ、杉の木、メントール関係のような香りですね。でね、なんて言うんでしょう、スーってくるよりも丸い感じですわ。甘みを帯びたって言ったらちょっとね、違うような印象かもしれませんけど、丸みを帯びたようなですね、そういうジュニパーベリーの香りですね。落ち着いてますわ。今までね、結構華やかなね、ジュニパーベリーの香りっていうのがあったんですけど、これはですね、非常に落ち着いた感じの
ドーンとしてる頼りがいのあるような、ジュニパーベリー関係の香りですね。うん、まさしくもうその、なんだろう、一点と言いますかね。先ほど4つのボタニカルが主役メインってね、いうような話、ちょっとね、抵触させてしまったんですけど、意味シンプルなところを突き詰めてるっていうようなね、そんな印象が第一印象にあります。タンカレーのストレート、口に含んでいきましょう。最初、とろっと蜂蜜のように甘く入ってきます。そしてですね、その次にはですね、非常にドライでキリリとするね、辛口、シャープ、ドライな印象がドーンときますね。そして重厚感があるコク、長い余韻。しかしながらですね、さらっと飲めますわ。スムースにスッと飲める。そして、アルコール感に体内が満ちていくっていう感じですね。いや、なんか段階を踏んで楽しめるっていうかね、なんて言うんでしょうね。やっぱり4回蒸留っていうことが効いてるんだと思いますけどね。基本的にフルボディなんですけど、しかしながらね、なんかスムースに飲めますわ。さらっと飲める。まろやかさがやっぱりあるねんやろね、これね。やっぱ上品でエレガントやもんね。もうその表現が的確、適切かなっていう風に思いましたよね。続きまして、タンカレーの加水を頂戴していきましょう。丸みを帯びたようなね、感じだったんですけど、加水をするとどのようなね、印象になるんでしょうかね。いや、楽しみですね。加水を失礼いたします。香りです。うん。これはですね、非常に穏やかになりました。先ほど丸みを帯びたような、ジュニパーベリーの香りがですね、非常におとなしくなってですね、そして加水すると感じますよね。このごぼうみたいな根っこみたいな匂い、土の匂い、土壌の匂い、畑の匂い、腐葉土の匂い。まさしく推測するに、これがですね、アンジェリカの芽、アンジェリカルートを主とするね、そういう香りなのかなっていう風にね、推測できますよね。うん、非常にですね、落ち着いた感じ、畑の上を歩いてる、畑のそばを歩いてるような、そのような香りをね、彷彿させますね。加水を飲んでいきましょう。いやー、これもスルッとさらっととろっと甘く入ってきますわ。蜂蜜水、砂糖水、シュガーウォーター、お花の芳香水みたいなね、そんな感じでさらっとスムースに入ってきます。そしてですね、辛口のね、様子を呈してですね、で、そのままね、滑らかにね、口の中が流れていってですね、喉に飲み込むことができると。なんだろう、丸みを帯びた感じはずっと残るんですけど、綺麗な感じしますわ。なんかね、クリアで綺麗ですわ。その、なんて言うんだろう、雑っていうのかな、そういうようなもの一切ないような感じでですね、もうリファインされたようなですね、苦味、すごいね、ガラスのように、クリスタルのように、この外観のようにですね、スルッと飲める。まあ、そのような表現が、私はちょっと出てきましたけどね。まあ逆に言うとそれぐらいですね、なんだろう、飲み手に訴える、このクリアな感じを訴えるっていうね、非常に存在感のあるね、ジン、酒っていうことなんでしょうね。続きまして、タンカレーのロックを頂戴していきましょう。いやー、ストレート、加水、このようなね、丸みを帯びた、そして美しいね、感じだったら、このロックはどういうね、印象の、趣旨になるんでしょうね。いや、飲むのが楽しみですわ。おっと、失礼いたしました。あかんね、今日もね、酔っ払いですね、ほんまね。さあ、これぐらいかな。タンカレーのロックを失礼いたします。飲んでいきます。うん、いやー、すごいね。甘さはちょっと抑えられるんですけど、このトロッとするようなスムースな飲み口は全く変わってないですわ。まろやかです。まろやかですね。途中からですね、じわ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 とね、
リファインされた、洗練された苦味が出てくる。この苦味も心地よいですね。飲み込んだ後の余韻が非常に長くてですね、お腹がじっくりじっくりアルコールに満ちていくと、そしてほろ酔いになっていくと。これは先ほどの加水に申し上げたことと重複するんですけど、美しいね。優美ですわ。非常にクリアで、なんて言うんでしょうかね。綺麗。まあ、そのような表現しかもう私出てこないかもしれませんよね。では、最後に、タンカレーのソーダ割りを楽しんでいきましょう。まあ、こういう手術なんで、ソーダ割りはちょっともしかしたらね、なんだろう、炭酸感と、この丸い手術がちょっと相殺するような印象になるかもしれませんけど、実際ね、どのような感じになるか飲んでみないとわからないですね。プシューってきましたね。こんな感じやろうかな。シュワーって美味しそうな、音。やっぱり五感で感じるのもいいですよね。嗅覚、味覚もそうなんですけど、やはりこの、耳で楽しむっていうのもね、非常にね、楽しいね。お酒の、立ち並み方なのかなっていうふうに私は勝手に思っております。飲んでいきましょう。ソーダ割りです。ね、芯が通ってますわ。すっきり爽快、スマートに飲めるんですけど、なんか先ほどの丸みを帯びたね、雰囲気がね、ずっと残ってますわ。割っても、水で割っても、ソーダで割っても、これもしかしたら他の、なんだろう、カクテル剤、いわゆるジュースとかで他の酒と割ってもですね、この丸みを帯びたようなですね、ニュアンスは残ってるんじゃないだろうかっていうふうに推測しますよね。もうそのようにですね、非常にですね、その、魅了されるようなまろやかさ、丸みを帯びた感じ、そういう印象は強いですよね。いやー、とても勉強になった銘柄です。ありがとうございます。では、今夜は、イングランドの歴史と伝統の酒、ロンドンドライジンの代表銘柄、タンカレーで乾杯！